あとはいささかストレートなんですけれども実はその提案で選ばれた5つの組織がですね食品をやってない組織からの提案だったんでですねまあ言っても大丈夫だろうということで塩をコーティングしたことがあるのかあとはあの絶対量産をできるというのは条件ではなかったんですけれども、はい、ある期間内にですね、うん、毎月このくらいの量を加工できるのかといったスピードとかですね、えー、自分たちの能力あとは彼らのコーティング技術は何が 特徴的ででがあるのかといった質問もしてですねそこにあんまり特徴がなければですね、まあ、じゃあ自分たちの知ってる先で似たようなことできるとこないか探そうというような質問も混ぜてますそれまではトントントンとロジカルにやってきたんですけどこの辺から少し、まあ、ネゴシエーションというかですね本題に入ってあのうまくそのお互いが妥協できるところを見いだすようなステップになってきます。うーんうーん この段階で、社名も公開するような形になるんですかこの段階で必ず開示する開示しないというよりは、うん、相手を見ながら、ですねあのこの段階でどこまで開示しようかというのを決めるというやり方が一般的ですね、うん、一つの組織だけですね、はい、まあこれ以上の情報というのは秘密措置を結ばないと、うん、教えられないと、うん、もう必要な情報はすでに提案に書いただろうという返事が来てしまったということですね、えー、一回止まりかけたんですね、はい、ただこの場合はですね。 あの素早くですねじゃちょっともうメールのやりとりやめようということで直接電話をかけてみたと。えー、で電話をかけてですね、うん、いろいろ質問をしてるってですね、まあ、自分たちはこういう理由でこういうふうな比較をしたいから聞いてるんだよと、うん、でこの条件に関してはイエスかノーかということを聞くことによってですねうまくあの情報を収集できたということになりました、うん、あの特に日本の,あの技術者研究者ありがちなんですけどやっぱりどうもコミュニケーション えー、電話で話したりするの嫌だなと特に海外とか嫌だなということで、うん、ちょっとメールに頼りがちなんですけれども、はい、あの電話でのやり取りはですねメールより素早くですねより情報が得られるということなんですね。えー、で理由はですね一つはやっぱり直接話すことによって、まあ、そもそも何でその質問をしているのかといったことがちゃんと伝わることによって、うん、まあ相手も信頼してくれるというのがありますし。うんはい、やっぱりそのメールだと あの一つ聞いて新しい疑問が出てっていうとどうしても回数が多くなるとですね、えー、なんだか、まあ、尋問に合ってるようでですね<ー>不信がられちゃうんですけどもそこはインタラクティブに1回で、はい、1> もしくは少ない回数でできると、うん、あとはやっぱり技術の話ってですねそんな白黒イエスノーで答えられないこともあってですねいやそれはまあ条件によってはイエスなんだけど条件によってはノーだよというものをですねーメールで聞かれた時にその条件までごちゃごちゃとですね 核にならないことがあるわけですよね手間ですしね,うすねどうしてもはい 欧米の,あの技術者研究者ってですね日本人ほどたくさん文章を書きたがらないんでですねそういった意味でも結構話すとですねことがありますでこの場合はですね話してみたところやっぱり有望だということでですね、えー、高速技術の2つの組織と、はい、低コストの技術の1つの組織に対してですね、えー、具体的にサンプルを送ってもらって評価をしようという話になりました、うん、あのよくですね秘密保持で日本の会社の場合ですねすごく止まってしまうことがあるんですけれども、うん、これは正直あんまり良くないんですね。えー なぜかというとやっぱりだらだらそういう交渉をすることによって遅らせることでって時間を稼いでですね情報やノウハウを盗んでいるのではないかというふうに快適に流れて信頼関係が得られないんですけれども、えー、この会社の場合にはやっぱりあのトップの理解のもとに、まあ、その前の段階でもう会社名会社をということをやったのできましたあと、まあ、もう一つこの会社がです、ね、早く秘密掃除を結べた背景はですねやっっぱり秘密保持って結んじゃうと 今度他の活動がですね活動がしにくくなるんじゃないかということで慎重になりがちになるんですけれどもそこをですねあえてこのサンプル評価の期間と範囲に限定して結びますということに絞ったことによって他の影響ってあまり考えなくてよくなることによってですね社内的に OK が出やすくなったということでまあそういったいろんな工夫をまあ,あのやりながら学んでいくことによってですね早くできるといったことがあります。 実際サンプルを取り寄せるという話になるとですね、はいうん、お金が絡んでくるんでですねあ、まあ、あの秘密保持以上にまたいろいろなややこしい問題まあそれも大きな問題から小さい問題まで起こってきます、はい、その会社自体予算はあったんですけれども、はい、サンプルの支払い条件が合わないという問題ですね、えー、これは何かというとですねこの,あの依頼のしている食品メーカーは サンプルというのはです、ね、受け取った後で社内処理をしてです、ね、支払いをするという手続きを取っていたんですけれども、えーはい、その技術を持っていたベンチャー会社からするとです、ね、んな送ってから払ってもらうんじゃなくてやっぱりちゃんと払ってもらってから送りたいというのがあるわけですよね。えー、この場合には、まあ、たまたま仲介事業者がいたんで,です、ねはい、仲介事業者に、まあ、先払いをしてもらってサンプルを受け取った上で、まああでじゃあ仲介事業者に払おうということをやりました。うん、で実はですね、はい 前払いではの条件以外で,ですねもう一つ問題になった組織があったんですけれども、はいはい、今時点でスペック要求ですね、はい、できてなくてですね、えー、それを。 まあ、高めるための、まあ、機械とかですね。うん、あとは、あの、機械の改良とかですね。うん、そのための工数費という、うん、あの、工数がかかってですね。はい、そこがもともとのこの依頼企業が、サンプル代として、用意してた予算をオーバーしてしまうと。いう問題があったんですね。はい、難しいですね。難しいですね。ね<ー>ここは、あの、さっきのサンプルの金額でも、やっぱり、工数改良がかかると、どうしても金額多くなるんで。はい、なおさらですね。うん、あの、ベンチャー会社にですね。そのくらい自分の。 あの負担でやっ,てやってちょうだいよというのもなかなか難しいんですね,そうですねところがです、ね、このメーカー先ほど秘密物とか大丈夫だったんですけれども、はい、割とその従来のサプライヤーと付き合う関係でサプライヤーではそのくらいタダで改良してくれるよねと企業の,その体制というか考え方でですすもんねそう,ですねもう従来の自分たちの感覚だとこんなのは普通やってくれるよねと思っちゃってたんで,です、ね、うんやれなかったということですね。うんうんうん で本来であればですねこういったこともそのトップの方がですねスピードと費用のトレードオフというのを真剣に考えてですねまあリスクを取ってくれればですねや払うよと言ってくれればですねスムーズに進んだんですけどもまああの特に仲介事業者はこういう交渉って慣れてますので,ですねこのベンチャーというのがそういったいろんな加工プロセスを開発する専門のベンチャーでですね彼ら自身もまあ今回こういう技術のニーズがあったんだけども他の自分たちの技術もですね彼らの その依頼企業のです、ね、いろんな食品の確保に使えるんじゃないかと是非、うん、ともアピールしたいというふうに思うようになってたんでですね彼ら、えー、もですねじゃあ自分たちの他の技術を紹介するような機会をちゃんと設けてくれれば、うん、今回の試作機が減額しますというような返事がもらえたんですねお互いのまあウィ、うん、ウィン,ウィン、うん、合意できる条件を模索するという、まあ、そういう努力がです、ねまあ、このくらいの段階になってくると 非常にに重要になってきますあそれこそまさにネゴシエーションってさ、ね、っきおっしゃいましたけれども、はい、そこが重要なんですねこの最後のステップ技術の取り込みでもです、ね、やっぱりいくつか問題が残ってました、はい、で一つ目がです、ね、まさにここが中小企業とかですね、いうものを作るところではなくて研究開発の専門のベンチャーであったためにです、ねえー、実際にそういった加工した塩をです、ね、たくさん作るような設備を持っていなかったんですね。あなるほど ですのでその依頼企業食品メーカーのサプライヤーさんにです、ね、そういう技術を移転して作ってもらう必要があったとじゃあそういった課題はどういうふうに解決したかというとですね自分たちのサプライヤーへのですね、まあ、そんな機械だけあっても作れないノウハウとかもいろいろあるんで,です、ねはい、その技術指導も契約に含めようじゃないかという話ですね。うー 物を供給するわけではないんで、そこにライセンス料をですね、はい、埋め込んで請求するってことができないためにですね。えー、その売れた量、えー、使った量に応じて、そのパーセンテージでライセンス料。を頂戴よというふうに要求してきたんですね。ところが、これが、この食品メーカーとしては、非常に都合が悪かったんですね。えー、なぜかっていうと、これまでのプロジェクトは、その新商品を開発する、開発部門がやってきたんですけれども。売れた量とかなるとですね。 今今度今度営業部門とかですね販売部門の予算になったりしてなかなか開発部門だけで判断できなくなってしまうとあと将来どれくらい売れるかわからない中でですねあんまりやっぱりその会社の風土として、うん、そ,そこまで不確定なものに対してですね、まあ、小さいパーセンテージでもやっぱりあらかじめ決めちゃうということに抵抗があったんですよねこの場合にはですね。 あの最初の共同開発費用とです、ねはい、あと技術をライセンスする移転費というのをです、ねまあ、まとめて1回で支払いをするプランというのをです、ね、作ってです、ね、それを提案したんですね、はあ、これはです、ね、あのお互いにとってメリットがあったと、はい、一つはその依頼側の企業としてもです、ね、そういうふうに1回で払うということで金額を確定してしまうとあとはそれが高いか安いかの議論になるわけですよ。ももう一つベンチャー企業側もです、ね やっぱりライセンスフィーっていうのは将来的に化けるかもしれないですけれども、えー、お金がもらえるのって後になるわけですよねそうですねそれと比べてわりと早い段階でですね一括して払ってもらえるというのはそれはそれで悪くはない話だということでですねそういった提案をすることによって合意を得ることができたとであともう一つですねあのこの技術導入のステップを進める上で、あで問題になったのがですね自分たちのサプライヤーとの付き合いの感覚と違うと。うん そのベンチャー側がですね、えー、出してくる成果とか対応がですね、はい、あがけ削りすぎるとかですね、あの、足りないということで、ちょっと不信感を抱き始めたんですけれども、えー、相手に要求できること、できないことがあるんでですね、そこはですね、あの、まあ、そういうことに慣れてる技術仲介事業者がですね、これくらいのことはやっぱり、あの、まあ、当然要求すべきですよと、逆にこういうことはそんな、あの、小さなですね、開発型のベンチャーに要求できないんですよといったことに仕分けてですね、まあ、調整していったためにですね、まあ、あの、 最終的にはですねお互いちゃんと信頼関係を築いてですねうまく進めてたと、ええ、でここはですねやっぱりあのオープンイノベーションをやりながらうまくなっていくところなんですけれども、はいまあ、お互いの特徴をですね学びながら進めていくとい、うん、ったことが非常に重要になってきます。日本のメーカーでプロセス開発会社という会社の付き合いっていうのはあまりないんじゃないですかあの特にです、ね、やっぱりリーマンショック後ですけれども、ええ やっっぱりよりよ低コストででを作るとかとかいった時にですね従来の視点ではない視点で新しいプロセスの技術を取り込むというニーズは高まってましてですねそこはやっぱりオープンイノベーションによってネットワークを広げてですねあのできるというのはですね非常にあの有効なんではないかなというふうに思ってます。本日のまとめなんですけれども疑似のケースということであのまあかなりリアリスティックに聞こえたかもしれませんけれどもでまず最初のステップとしてご紹介したのが。 社外技術導入により解決したい課題の設計ということなんですけれども、はい、まあ困難に直面した課題も1、ね、回その自分たちのやっていることから離れてです、ねえー、社外技術により、まあ、解決の可能性を検討することによってです、ねうん、これまで漠然として捉えていた課題がです、ね、より具体化したり場合によっては一回りして新しい方法で解決の可能性が見えるとで次にです、ね、じゃあ何でもかんでも社外に求めるのかというと。 うまくいくものいかないもものがかなあるで社外技術の導入の適性を評価するというステップがありました外部にそういうものを求めて解決の可能性があるのかどうかという見込みを評価するのはもちろんなんですけれども、はい、いざ社外の技術が見つかってもです、ね、社内的に例えば予算がつかなかったり もしくは十分な体制がなかったりということでは結局うまくいきませんので、はい、そういった社内的なテーマの優先度とかですねあのまあ順応性行動力英語力といったですね体制面なんかも考慮することが非常に重要だということですね、はい、実際にそういった社内のスクリーニングを得てじゃあいざ本当に社外に働きかけようということなんですけれどもその場合にはやっぱりより広くですね有望な技術を集めたいということで、はい、解決策を用いる技術者 のプロフィールの仮説ですねどんな技術を持った人が技術をやってる人が解決策を持っているのかということをですねより多く作ってですね彼らに伝わるような明確で短くてかつ魅力的なコミュニケーションを作成すること、はい、そして、まあ、作成したものをより多くのそういった人たちに働きかけることというのが正品の鍵を握るということでですね、うん、まあ自分たちでやってもできないことはないんですけどもや,、えー、や,やはりより網羅的に広くということでは 場合にによっては技術仲介事業者を活用すするとというこも有効になります実際にそういうふうにです、ね、広く働きかけるとたくさんの提案が集まってくるんですけれども、うん、たくさんの人に対してです、ね、詳細にあの確認をしていってもです、ね、どうしても、はい、あの手間がかかって時間もかかってしまいますのでで,す、ね、できるだけです、ね、インタラクティブに確認しながらです、ねうん、早めに絞って深く確認をしていくということが重要です。はい あとは秘密保持とかです、ね、サンプル評価とかよりまあ深く確認していく段階になりますとそういった契約の条件ですとか金額とか発生するとどうしても最初です、ね、お互いの意見が合わないことがあるんですけれども、はい、そこはです、ね、あの合わないからダメというよりは、えー、どういう条件ならお互い合うのかといった、うん、あの双方がが納得探すすという指定が重要になってきます、うんはい、最後、ですね実際の技術を取りの取り込みなんですけれども。 まあ、やはり初めての先であるためにです、ね、ここもあの先ほどの技術の選定と同様なんですけれどもお互いの特徴を学びながらです、ね、ウィンウィンになるような状況を探し出してです、ね、調整をするというのが成功の鍵になります。相手を出し抜いてやろうというようなスタンスで臨むとです、ねうん、相手も後で出し抜かれたなというふうに気づくとです、ねええ、手を抜きますのでそうすると結果的にはルーズルーズになってしまうのでそこはやっぱりあくまでウィンウィンということで。 相手は何を求めているのかということとですね、じゃあそれをまあ満たしつつ自分たちの条件、あの求めることを満たせる条件を探すという努力が非常に重要になってまいります。はい、ありがとうございました。実践経営システムとしてのオープンイノベーションいかがでしたでしょうかそれでは今回はこの後